日本自動車技術会企画とは、公益社団法人自動車技術会が制定する工業企画で、オートバイを含めた自動車に関わる技術進歩や安全性の確保、並びに生産の効率化に寄与することを目的としている。英語では、Japanese o m o t i v オートモティブスタンダー g オーガニゼーションと表記し、頭文字を取って、JASO と表記される。世界に先行して二輪自動車用4。 サイクルエンジン油の規格が制定された。ジャソ規格の内エンジンオイル規格の国内外における適正な普及を図るために活動する団体として、ジャソエンジン油普及促進協議会がある。日本自動車工業会、日本自動車技術会、日本陸用内燃機関協会、潤滑油協会と添加材会社により1994年に設立された。二輪自動車。 汎用機、仙外機などの2ストロークガソリン機関に用いられる潤滑油について規定し、1994年に制定された。2ストロークオイルについて、潤滑性、正常性、排棄炎並びに排気系閉塞性を M、JASOM340、M341、M342、並びに M343 に定められる試験方法で評価し、FB、 FC、FD の3グレードに性能が分類される。FA は廃止されたが、性能分類は、以下のように位置づけられている。また、ISO 規格として、当規格の FB、FC、FD がそれぞれ EGB、EGC、EGD として採用されている。1970年代以降の4ストロークエンジンを搭載したオートバイでは、クランクケースとトランスミッションケースを一体にして、 エンジンとトランスミッションを同じオイルで潤滑する車種が一般的となっている。また、オートバイで広く採用されている湿式多キタバンクラッチは、クラッチの主要部品がエンジンオイルに使っている構造を持つ。一方で、1990年代以降の四輪車には、高い少年費性が求められるようになり、4サイクルオイルは低粘度、低摩擦特性の傾向となった。 こうしたオイルをオートバイに用いると低摩擦特性によりクラッチが滑ったり低粘度性によりトランスミッションギアの耐久性が低下したりといったこと懸念されるこのような背景の中消費者がオートバイ用オイルを購入する際の選択基準を明確にするため1998年に社団法人自動車技術会はオートバイ用4サイクルエンジンオイルの企画である JASO T903 を制定した。発行後も、情勢に合わせて内容が改正され2006年、2011年、2016年の3回の改正が行われている。どの改正版のオイルなのかは企画に関する書式で確認でき、2011年版であれば JASO T903、2011と表記される。適合するオイルは申請することで JASO を経てオンファイルされ、 ロゴマークの表記が可能となる。オンファイルの申請及び記載には、期間があり各改正版により、期限が設けられている。古い版の申請は、改正が発行される前日で締め切られ、記載は適当な期限をもって終了する。2016年現在では発行当初の1998年版は2011年4月30日に、オンファイル終了しており、 2006年版は2016年9月30日、2011年版は2021年9月30日に終了予定である。現行の最新版は2016年版となり2016年10月1日より表示が開始される。API 規格などの基本的な条件を満たしたエンジンオイルの中から JASOT904 に定められる評価試験を行うことで MA MA1、MA2、まあ、またはメガバイトの4グレードに分類され、届け出者はグレードを容器に表示することができる。グレードを分類する指標は、摩擦特性に関連する指数だけであり、先端安定性などの性能は共通である。2006年改定版では、MA、まあ、が新たに MA1 と MA2 とに細分され、 API グレードの最低基準を SE から SG に変更されたほか、三原触媒の標準化を見据えてン外有量の基準も定められた。2011年には供給性に課題があったクラッチプレートの材質及び比較基準流が変更され、関連して摩擦特性の指数基準が修正された。またこの T904 試験は T903 規格に統合一本化された。 なお、API 規格の SN、RC、SM、EC 及びエレサック規格の GF-4、GF-5 の追加は見送られた。2016年の改定では2011年の摩擦特性試験の改定の前後で分類が変わってしまうという指摘があったため再び分類の指数基準等の見直しが行われた。また以前まで必要がなかった。 モリブデン含有量の報告が追加された。括弧内は2016年版の数値。表に記載はないが2011年版の数値も異なる。MA 規格は3指数が MA 基準内であることが必要。MA1 規格と MA2 規格に関しても、各分類の基準内であることが必要で、例えば2指数が MA1 基準、1指数が MA2 基準となる場合は、 通常の MA 規格となる。メガバイト規格は3指数がメガバイト基準内であるか、最低1指数がメガバイト基準内、それ以外の指数が MA 基準内であればメガバイト規格として申請できる。JASOT903 における価格正常のうち高温な加線断粘度はグレードによらず2.9ンパ、S 以上で、再粘度分類では30以上に相当し、 欧州自動車工業会の規格では、XW-20 以外のすべてのグレードに相当する。また、先端安定性についての再年度分類との関係は次の通りである。JASO と API 規格は別個に規定されているのではなく、JASO QT903-1998 は APISESL の認定、または相当するオイル T903-2006 では、 SGSM のいずれかの認定、または相当 T903-2011 では SGSN のいずれかの認定、または相当するオイルであることが前提条件にある。2018年現在、ホンダとヤマハ、スズキは日本で販売される純正オイルに MAK とメガバイトの両方を揃え、使用する車種に応じて、それぞれのグレードを指定している。ホンダ純正オイルのうち、 ホンダウルトラ G1、G2、G3 並びに G4 は MA グレードをホンダウルトラ SQ とホンダウルトラ E1 はメガバイトグレードを表示している。ヤマハ純正オイルではヤマリューブ RS4GP プレミアムシンセティックスポーツスタンダードプラスは MA2 グレードを TMAX を除くスクーター用レッドバージョン4スクーターブルーは4ミニスクーターの後継で QFX を内包しレッドは、ホンダの OEM 社向けは、メガバイトグレードを表示している。鈴木の純正オイルは、エクスタータイプ A4MA が、MA グレードであったが、エクスターシリーズの、モデルチェンジに伴い、鉱物油の R5000 の、スクーター用が、メガバイトグレードであるたは、鉱物油の R5000、部分合成油の R7000、全合成油の R9000 がて MA にグレード。 かつて国内向けでは、鈴木の OEM で存在した以外にスクーターを持たない川崎の純正オイルはすべてが MA でメガバイトの純正オイルはない。日本では自動車用ディーゼルエンジンオイルに品質規格として API サービス分類が一般的に用いられていたが、滑りタイプの同弁系の摩耗防止性能強化など API サービス分類にない性能を付加して、 日本製エンジンに適合させていた例があった。例を挙げると、商用、産業用において主流であった CD 規格は、QAPI 規格では DS 規格となる1955年に導入された極めて古い規格であり、エンジンの進歩に合わせ独自の試験を付加したジャパニーズ CD や CD プラスといったものが存在していた。しかしそれらは、 業界内のガイドラインや社内テストといったもので厳格に規格化されたものではなく、たとえジャパニーズ CD に準拠している前提で CD 規格を指定した場合、準拠した製品がほとんどである。国内市場においては問題はなくとも海外市場においては通常の CD 規格との違いが必ずしも明確ではなく運用上の問題があった。 この独自の試験を付与した結果新しい API 規格、例えば CF-4 油が国内 CD 油より一部性能が劣るという逆転現象も起きた。また自動車メーカーから長期排出ガス規制対応エンジンに適合する新たなオイルの品質規格を設定することが求められた。アジア市場においても日本車の市場占有率が高く日本国内と同様に 品質規格の設定が、サイフューエルアンドルブリカントディビジョンステアリングコミッティ、フォーアジアから求められた。以上のように、CD 規格を指定し続けるのは、問題があり新しい API 規格に移行していく、必要があった。実際に、CD 規格以降も CF-4 規格までは、API 規格を、国内導入していた。 ところが CF-4 の次の規格となる CG-4 規格油を日本製エンジンに多い滑り動弁エンジンで試験を行ったところ許容を超える動弁系の摩耗を生じる処方のオイルが存在したことが主要因となり CG-4 以降の API 規格の国内導入が見送られることとなった。これは c f 四に比べ c g 四が 物質分散性が重視され、無解分散剤の配合が増えたことで、滑り同弁での大麻猛勢に影響したとされる。国内では cg-4 油の流通が限られたことから大きな混乱はなかったが、一部の海外向け、国産ディーゼル車のマニュアルでは cf-4。以前の api 規格が指定され、cg-4 を使用しないよう注記がされる。など API 規格が。 広報互換性を持つと認識していた海外ユーザーに混乱をもたらすこととなった。対摩耗性への懸念な他にも API 規格で用いられる米国製エンジンの燃焼条件やピストン形状が日本製エンジンと異なり、日本製エンジンで行ったピストン正常性試験も満足できる結果ではなかった。日本側は API 規格に蒸気の問題への対応を盛り込む。 要アメリカ側と協議したもの CH-4 においても対応はされなかった。その後、日本側が提案した新規格案もあったが合意には至らなかった。なお CH-4 規格は導入の遅れにより、当初から旧式化しており、アメリカの NOX 提言の排ガス規制からの出増加に対応できていなかった。これに対し CH-4 の強化案も計画され、 これに日本側の要求が盛り込まれることも期待されたが、m a c トラックスとカミンズという影響力の大きいに、大メーカーが OEM 規格で独自に対応。これにより CH-4&OEM 規格で PC-7.5 の役割を果たすこととなり、規格化は見送られた。このように API 規格の動きが遅く、日本製エンジンへの対応も父として進まず、 さらに CH-4 時点ではまだ本格的な対応していなかった EGR 対策も必要性となってきた。また CD 規格は1995年末に廃止されており、こうした背景から日本製エンジンにより適合するエンジンオイル規格が求められるようになり、2000年10月に JASO M355 が制定され DH-1 規格が導入された。 規格の試験内容の一部は API 規格を踏襲しつつ、その他の試験の追加やエンジンテストに日本製エンジンを採用するなど、日本製エンジンに最適化した規格となっている。新短期以降の排出ガス規制に適合させるため、d p f 及び NOX 還元触媒などの後処理装置を搭載したディーゼル車では、従来の規格に加え、海分、リン、 硫黄含有量等の化学蘇生を規定した品質規格が必要となり2005年4月に改定された。この改定で従来の DH-1 は品質規格が見直され新たにトラックバス用として DH-2 乗用車クラス用として DL-1 が設定された。2008年4月の改定で DH-2 と DL-1 に規定される。 エンジンオイルの塩素量の上限値についての見直しなどが行われた。この後にも改定や一部改定が随時行われており、性能に関わる大きな変更はないものの細かい変更点は多い。JASOM355 認証には JASO 外 M336 と M354 で規定するエンジン試験のほか、米国試験材料協会などの試験を行い、 所定の性能を満たしたことを届け出た製品は、DH-1、DH-2 及び DL-1 に分類され、規格の種類を表示できる。なお JASOM355 の内容については、業界の情勢や試験エンジンオイルなどの供給事情の関係から適宜変更され、最新のものは M355-2017 となる。 以下の企画は2017年10月に導入の M355-2017 で追加された企画となる。日本の自動車メーカーは自動車用エンジンオイルの企画としては従前より API 企画を採用してきた。このうちディーゼルエンジンオイルは前述の通り国内メーカー製エンジンと API 企画との相性の問題から JASO 企画の制定導入に至っている。 ガソリンエンジンオイルはディーゼルエンジンオイルに JASO 規格が制定された後も API 規格及びエレサック規格の採用を続けてきた。2010年代後半には 0W-20 を切る粘土のエンジンオイルが登場したが、これらのオイルを米国製エンジンで評価するのが難しいという問題が発生。そのため、この種の低粘土エンジンオイルを 日本製エンジンを用いて評価する等規格が制定された。等規格に準拠したエンジンオイルは GLV-1 として分類される。現在の国内ではほぼ用いられることはないが、形式化されたものとして JASO SE が存在した。これは API-SE 規格に独自の試験を付加したもので、同弁形まも保護、低温分散性。 高温酸化安定性を高めており、短期的にはエレサック GF-1GF-2 を満たすものとしている。その他、ジャパニーズ SG や前述のジャパニーズ CD、ジャパニーズ CC などもあるが、こちらはガイドラインのみで形式化はされていない。しかしデータシート等では、ジャソ SG やジャソ CD など表記されていることがあるためここに記す。ガイドラインとしては、 ジャパニーズ SG は日本製エンジンを使った試験。ジャパニーズ CC、ジャパニーズ CD は日産 SD22 エンジンでそれぞれ50時間、100時間の試験を行い要求をパス。ジャパニーズ CD プラスはジャパニーズ CD にメーカーの社内テストを加えたものとしている。以上の企画表記は国内では見かけることはなく、ネット上では 海外オイルの一部で参見される程度である。世界的な ATF の企画である、ゼネラルモーターズのデクスロン企画や、フォード社向け企画であるメルカーン企画と同様に、日本車のオートマチックトランスミッションの制御に最適化された企画として、JASO1A 企画が定められている。JASOM315 試験認証を経て、所定の性能を満たしたオイルのみが企画を明記することが許されており、 近年では JASO M315 の改定に伴い、さらに高度な AT に対応した JASO1A02 や JASO1A03 などの規格も登場してきている。しかし近年の6足以上の多段 AT やセミ AT、CVT などでは専用のフルードがトランスミッションと共に同時開発される事例が増えている。それに伴いそれらに用いられる。 低年度フルードも JASO1ALV の略として規格化された。トヨタだけでも ATF は7種以上に及び、デキシロンやマーコンも、また仕様が細分化されてきている。マルチと呼ばれる汎用性の高い ATF も販売されているが、すべての AT には対応できない。JASO 格を普及させることにより ATF の種類を整理し、ご選択によるトラブルを回避し、 在庫管理の負担を低減するのも規格制定の目的であった。なお、JASO1A はデキシロン3に相当する。JASO は材料やオーリングやボルトといった部品だけでなく、車両走行試験に至るまで幅広く規格を規定している。例えば、自動車用のガソリンエンジンオイルの評価規格には、同弁系摩耗試験の M328 から95や、 正常性試験の M331 から91、高温酸化安定性試験の M333 から93がある。また、ジス規格とは異なる。規定のものもあり、例えば六角ボルト規格では、ジス規格のものよりもジャソ規格は、頭の2面幅を小さく設定している。ありがとうございます。